はいはい、まあ、ちょっとね環境に関係するところなんですけども、あの世界の潮流の中では日本はもう何でもかんでも周回遅れでしょ。 LGBT だってアメリカが突っ込んでいってもう性被害者続出してやばいって言って戻ってる時に日本はイケーして突っ込んでいくわけですから、もう完全に周回遅れなわけですよね。でそれはね環境に関してもそうなんです。もう世界もヨーロッパアメリカがね環境環境ってうわーって言ってる時、日本はちょっと遅れて、ようやく遅れて、じゃあ環境だよって言って社会全体が環境にバキーンとシフトした時に、もうヨーロッパアメリカはそこから撤退してるっていうね。はい、環境問題撤退、まあ、EV 撤退はねまあわかるでしょう、環境問題撤退と思うかもしれないんですけども、もうねアメリカでは環境問題を語ると株価が落ちるっていうね、そういう状況になってます。当社はどれだけ環境に対して取り組んでるかってアピールすればするほどね、株価が落ちるんですって。なんかどういうことかというと、環境環境って言うけど、大して環境に良くないわけですよね。それで本当に儲かるんかと。で、環境って言って効率の悪いことやって、結局利益出ませんって、そんなもんばっか見てきたから、環境に取り組んでるっていう会社を白い目で見るようになっちゃったの、アメリカが。そこまで来てるんですよ。特にアメリカがそうです。ね、ヨーロッパはまだ気づいてないんですけども、アメリカはそうなってます。で環境問題に取り組んでる会社ほど日本はねよく評価されるでしょ。アメリカ違う、時代変わりましたね。環境問題に取り組んでるとよほどに、じゃあそれで利益出せるとか、それが本当に環境にいいとかっていうのでない限り、何環境とか言っちゃってんのって、もっと真面目に仕事しろと環境っていうと白い目で見られる。はい、だから環境投資って昔は、はい、お宅の会社は環境に良くなる会社とか環境に良くなるものにどれだけ投資してますかっていうのが、もう会社をね評価する指標としてなっていたんですけども、今もう逆転ですよ。環境投資しちゃってんだみたいな、あだったらもう結構ですみたいな感じで、だから SDGs なんて言ったらもう笑われるんですよ。 SDGs なんて掲げてたらそれだけで株価が落ちるんですよ、アメリカでは。日本の会社って鈍いでしょ。未だに SDGs とかやってて、会社の社員とか役員とか SDGs パッチとかつけちゃって、もう恥ずかしいからもうやめてくれって言うんですよ。はい、もうブームは終わりました。あれはただのブームですから、本当に環境にいい活動なんかほとんどないのよ。だってね、じゃあスターバックスでも何でもいいですけども、プラスチックストローやめて紙のストローにしましたって全然環境に良くないですよね。むしろ環境に悪いんですよ。じゃあストローってこれ森林資源どうなってんだって話ですよ。あとなんかホテルでもなんか歯ブラシが取っ手が木になってたりするでしょ。これ環境にいいのかと。いや木だってこう切ってきてるわけでしょ。なんなんな、木にしたら環境にいい？いやー、あーレジ袋地味に痛い。マジでそらそうだよ。ねえ、レジ袋をやめたことによってどうなったか。ねえ、小泉さんがねあんなにね気合い入れてね。そうです。だからアメリカでは今環境問題っていうと白い目で見られる。ちょっと読んでいきましょう。ハイテク株主導で日米の株高が続く中、世界の環境投資は減速と分断が鮮明になってきた。投資先も2021年のブームの時から大きく変質している。アメリカインターコンチネンタル取引所でカリフォルニア州の排出枠を取引する商品に23年から投資マネーが駆け込んでいる。電力会社や石油、ガス会社が出す温暖化ガスの量に応じ排出枠の株速をやり取りしている。そこにヘッジファンドなどが加わり始めた。市場関係者によると少額だが日本の年金基金の資金も入っているという。アメリカ商品先物取引委員会のデータでは、投資マネーのロングポジションは1年前の約50倍、代表的なコモディティである石油先物のロングポジションが1年前とほぼ横ばいなのと比べ、投資家の先行ぶりがうかがえる。排出枠の相場もカリフォルニアでは23年7月頃から右肩上がりで推移。ヨーロッパの排出枠取引の先物が1年で半値になったのとは対照的な動きとなっている。とはいえこうした状況からアメリカで環境投資に関心が高まっていると考えるのは早計だ。最近はむしろ環境投資に反対する声が強い。
全米の州は知事が民主党出身の州は総じて推進派、共和党出身の州は反対派とほぼ色分けされている。カリフォルニア州は環境対策に積極的で、排出枠取引も投資マネーを強く引きつけるが、州によっては全く逆の方向に進み始めた。分断を象徴するのが1月に行われた共和党予備選でトランプ氏が勝利したアメリカ東部ニューハンプシャー州だ。すごいですよ、ここ。よく聞いてください。州の資金を運用する際、リターンを最大化することを重視し、故意に ESG、これね、環境社会企業統治。E はエンバイロメントでしょ。S はソーシャル。G はガバナンスですね。ESG 基準に基づく運用した場合は、罪に問うという法案が浮上した。すごいです。環境にいいからここに投資しましたって言ったら、罪に問われるんですよ。やばくないですか。いや、ちゃんとね、安全に収益を上げられるものにしろと。環境だって言ってね、収益性の少ないものにね、環境だからって言って投げ込んだら、罪に問うと。すごいですね。そこまで言ってんですよ。環境で白い目どころじゃない。罪に問われるんですからね。アメリカは分かりやすいですね。ここら辺見てると、世の中そうなっていくということですからね。はい。知事が共和党出身の州では、これまでも公金運用に際し ESG 要因を排除し、ESG を重視する金融機関を運用委託先から除外した例はあるが、さらに一歩進めたと受け止められている。はい、これね、今言ったらすごいですよ。ESG 要因、はい。だから環境とか言ったら全部排除。環境とか言ったらなし。環境とかいう証券会社はもう取引から外す。それどころか今は罪に問うですから。へぇ。これが世界の最先端ですからね。はい。調査助言会社のプレデアスストラテジーの1月時点の調べでは、米国で21年から38州の共和党議員が318本の反 ESG 法案を提出したことが分かっているそうですよ。もう全米でもう反 ESG 法案ですよ。環境にこれしたら排除とか、環境でこうしたらはいダメとか、罪に問うとか、すごいっしょ。日本ってさ、アホだから、もう環境って言ったら何でもかんでも素晴らしい素晴らしい追従でしょ？それが本当に環境にいいかどうかとか、そもそも環境と意味があるかとか、そんなことは関係ない。企業収益が減ろうが、誰かが苦労しろうが関係なしに環境で全てね、褒められる社会でしょ？バカらしいわ、マジで、本当に。はい。だからアメリカで EV 熱が冷めて、当然なんですよ。こんなもん使えるかと。環境にいいって、ね？だからなんだと。使い勝手の悪い車、環境にいいって乗りたくねえぞと。で、しかも環境にいいかどうかってね。この電気どこで作ってんの？あそこですって。火力発電所バカ野郎って。石油で走ってて何が環境だって話になりますよね。はい。世界の投資家の ESG 投資は21年をピークに、その後大きく変質。22年2月のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、石油や天然ガスの必要性が認識され、株式市場では石油株が風力、太陽光関連株の上昇率を上回るようになった。だから石油の企業って環境に悪い企業と言われていた。ところが環境にいいと言われた企業よりもより株価が上がってるってわけですね。はい。ああ、それからバフェットももうやめましたもんね、ESG 投資を。ESG 投資と距離を置くアメリカ著名投資家のウォーレン・バフェット氏は、アメリカオキシデンタル石油株を買い進めた。だから太陽光だなんだかんだ、そう、環境銘柄全部売って、ドロドロのね、石油銘柄、買い集めてるというね。ここがスマートマネーの動きがそこですから、最もね、研究し尽くした先を一番分析してみた人が、そういうふうにお金を動かしてるわけですよ。アメリカの一般庶民の感覚だけじゃない。ね。もう、スマートマネーがそう動いてるんですよ。ね。21年に勢いづいた環境関連の投資商品も ESG 離れの機運の中で強い逆風を受けた。発行する企業や政府があらかじめ環境関連の目標を設定し、その達成度に応じ金利が変動する、サスティナビリティ連動債が代表例。よくこんなくだらないね、債券考えましたね。環境の目標を立てて達成できたら金利が安くなるってバカじゃないのって話ですけどもね。仮に設定した目標が排出量なら、企業や政府は金利の負担増を避けるため、意欲的に削減に取り組むだろうと想定している。ところが、投資家からは調達した資金の使途が見えにくい、設定した金利が横並びの上低すぎるといった声が出た。世界銀行
庫は商品設計に抜け穴があると指摘した。発行額は23年に急減した。ESG 要因を考慮して運用するサステナブルファンドも不振。21年1月から3月期には世界で1800億ドル、約27兆円を超える資金が流入し、21年は全盛期だった。その後は急速に減少し、23年10月から12月期は四半期で初めて資金流出した。流出額は25億ドル。ヨーロッパの33億ドルの流入に対し、アメリカは51億ドルの流出と際立つ。50年に温暖化ガス排出実質ゼロを目指し、各国政府企業が取り組みを加速している。その一方で、日米の株価が高値を更新する状況にあっても環境投資は減速傾向が続き、回収の兆しが見えてこない。はい、ついにここまで来ました。アメリカで環境っていうと白い目向けられるっていうのはもうね、数ヶ月前からね、私も把握してまして、一度話題にしたことありますけども、ついに記事になりましたね。はい、それでも日本企業は環境環境バカの一つ覚えでしょそれね。だからアップルが EV から撤退とか、いや、正常な判断ですよ。トヨタがねハイブリッドにこだわり続けたというのも正常な判断。あれだってね、 EV に全振りしないトヨタなんて世界のメディアからね、人類の敵とか言って相当批判されたんだから。まあトヨタは立派ですよ。後の企業は未だにテレビつけるとコマーシャルでね、環境環境ばっかでしょ。で、飛行機乗ってもね、ホテルに泊まっても環境環境環境、うっせえって感じだよ本当に。よくよく見たら一個一個本当に環境にいい取り組みなんかないんですよ、ほぼね。本当に環境にいい取り組みって何か言いましょうか。式年遷宮ですよ。式年遷宮でね、1万本の木を活用し、しかもそれね、自分たちの林で育てた木を使ってるわけですから、これが本当の持続可能な社会なんですよ。本当の環境にね、貢献するものを見たかったら、日本を見ろと。そうです。はい、ですからもう皆さんもこれ今ね、世界の最先端の話を聞いてますからね。環境問題とかね、脱炭素とかもう古いんです、もう終わってます。はい、それを考慮した上でね、株とか投資する方はね、それを考慮した上でね、考えるといいと思いますよ。テスラ株半分って当たり前ですよ。